は4番です。はい。N が6の倍数、6M であるとします。で、N 個の互いに区別のつかないボール。うん、なるほどね。まあ、要するにここには 6M 個の区別のつかないものがあって、これを 区別なしの3箱に入れていくよ。はい。この場合にその入れ方は全部で何通りありますかということらしいですね。さあ、カッコ1番はね、あるものをあるところに入れると考えてきましたけども、今度は、区別のない玉を区別のない箱に入れていくというね、そういう設定になりました。さあ、先ほども言いましたけども、 箱に区別がないとき、これは、組をしっかり考えていくのか、箱に名前が付いているとして、重複分を消していくのか、このどちらかですよ。はい。そう考えたときに、6M を組全部作ってくるというのは、まあ、ちょっと無理だよね。じゃあ、どうするかって言ったら、やっぱり一旦名前を付けといて、 いていてで重複分を消していく方針かなこう考えるのが自然だと思いますねはいそして、えー、この ○×6m 項というものはこちらに名前が付いたときには玉と棒を並べる作戦でいけますよねここのところ名前がなかったらもう本当に全部書き上げるしか選択肢ないんですけども ここに区別がついているのであれば、玉と棒を並べる作戦でうまくいけますよね。はい。その後に、先ほどの3番と同様な考え方を使って、消せるものがないかなないかなってことを追っていきたいと思います。じゃあ見ていこうか。 過去に名前を付けた場合、分け方は、これ、過去の2番目で同様のことをやりましたよね。だ2と同様にとかってことを、まあ気になるなら入れとけばいいと思いますけども。はい。6M 個と、2個の仕切り。合わせて 6M たす2個のものを、1列に並べて、仕切り2箇所決めると考えますから、6M たす 2C 2 2で割ってあげて、この形になりますので、3m たす1、6m たす1。展開もしとこうか。はい。展開すると18、18m2 乗たす、9m たす1通りとなりますかね。はい、こんな具合になります。さあ、じゃあ、 3の会場で割ろうかなと思うけど、やはりこれもなんかおかしいよね。3の会場で割ろう6の倍数で割ろうと思ったら、これは6で割れるけど、この辺はちょっと怪しいよね。ってことで先ほどと同様ですね。はい。同じものになってしまう場合を消していきましょう。同じものになってしまう場合というのを弾いていく作戦で考えていきましょう。さあ。 じゃあ、どういう場合なのかってことを、またね、ちょっと書いていこうかな、と思いますね。さあ、そしたら今回は、同じものを含む順列ができていない場合、例えば、1、5、2、5、他だった場合は、やはり、並べ方は3の解乗通り、で、重複分を消すために3の解乗で割るという流れだから、 この三つが全部異なっているときは当然そういう構造。じゃあ、二つが同じもの。とか、三つが同じもの。これがあるかどうかってところが、話題の中心になってくるわけだよね。はい。6M っていう数字がなかなかにしてね、いや、わかりやすいよね。三の倍数になっていることが非常にわかりやすかったと思うけども。まず、三つが同じものになる場合はあるかっていうと、ある。 よね。あるある。そう、あるのよ、これ。ね。2M 個、2M 個、2M 個という場合が3つ完全に一致しちゃってるんだよね。で、この場合って、組名ありのものではどういうふうになってるかなって考えても、組名ありでももちろん 2M、2M、2M だったわけよ。だから、普通はこうやってね、異なるならば3の会場なんだけど、この場合は1しか対応しないから、 割る必要がない構造なんだよね。はい。ということで、まず一つ目としては、0個の実践。一つ目としては、三つとも同じ個数になっているパターン。これがまず一つでしょうね。じゃあ、三つじゃないとどういう場合があるっていうと、二つかな。二つが一致している場合というのがあるでしょうよ。さあ、ここ慎重にやろうね。例えば、ロを、ゼ0はちょっと×にしようかな。 0、0、6m。はい。これは向こうに並べるときには3の階乗ではなくて3通りになるよね。だから、これを3で割る必要があって、この場合は3で割りました。こうなります。はい。次はじゃあ、1個、1個 M、6m 引く2個というもの。これも当然同じ構造だよね。じゃあ、2個、2個 M、6m 引く4。 っていうふうにやっていきますと最終的に 3M、3M、0個というパターンがあるのかな。ね。だから全部でこういうパターンは 3M たす1個ある。っていうふうにして進めるとまた何かしらおかしい点が出てくるんですよ。で、あれこれまた6で割れねえぞとかってわかるんですよね。はい。気をつけましょうか。 今回の場合はね、2M2M2M は特別扱い一通りだったんだよ。で、この2つが揃ってるものってわーって書いていくと、当然この途中には1回だけ 2M2M2M が登場することになるよね。はい。たった1つだけこのパターンだけがいらないものとして登場してしまう。じゃあ、こいつはちょっとカウントしちゃダメだよね。 こいつはカウントしないで、他のものたちは3通りの並び方、3通りの割り方って感じになってくるわけだ。はい。そしたら、0から 3M までだったらこれ 3M たす1通りあるのかな、ね、全部で 3M たす1通り。その中で 2M を消した場合にはこれ 3M 通りになってくる、ね、全部で 3M 通りになってきますね。これの考察が2番ですかね。 はい。ということで、1番のパターンと2番のパターンをうまく弾いて、で、それ以外は6通りの重複ですからね。はい。1個ずつそうやって考えていきましょうかね。さあ、じゃあ今のこの 18M2 乗 9M1 であった後に、この後に。はい。まずこの1番目ね。 3個の箱が同じ個数。という時はこれはもう行き取りだけありますよね。ね 2m2m2m というものが行き取りだけあります。 この箱のみが同じ個数の時ははい一応このね箱に名前を付けていた場合という場合には3通りあるのかな ?3 通りが1通りに 採用することになります、はい、でこれは全部で 3m 通りあるんだってね。ということでもともとのこの中には 9m 個あることなのかな よって 3×3m で 9m 通りが 3m 通りに対応します。 じゃあ最後に、3番目。この2つ以外のとき。ね。この二つ以外のとき。はい。これは、3の会場通りが1通りに対応しますよね。 じゃあ、全部で何通りあるのかっていうと、1番の1通りと2番の q m 通りを外す必要がありますかね。 えっと、ちょっとこれなんか左と書き方がちょっとおかしくなっちゃってるように見えますけども、あの、さっきはね、この q m 通りっていうのを出すのが大変だったんで、3M を出して3倍して q m って書きましたが、今回この q m に該当するものが、この1 8 m 二乗通りなので、ちょっと違う書き方してね、ありっていうふうにしておきますね。で、えー、これが、 3の会場で割ってあげて、えっ、ー、と、3円分のかな。これに対応しました。 以上より1番2番3番がありましたので。ということでね、えー、まあ式ももう一回書いておくと3個の箱が同じ個数の時は1通りで2個の箱が同じ個数の時には、えー、3×3m 通りを3で割ることになり。 A3 番、それ以外のものというのは18 m、18M2 乗を足す、9M 足す1から3、3×3M 足す1を引いて、3の解状で割りましたよね。はい。で、計算すると m、3M2 乗足す、3M 足す、 一通りりとなりますか、ね、はい以上が4番の問題になりました、まあ、ちなみになんですけど、えー、過去の3番目3番目のところ実はちょっと別解がありまして まだ、あの、数列をやっていないという場合は、あの、また数列勉強した後に見てくれればなんですけど、一応、数列を勉強している人たちは、えこういうやり方もあるぞというのを一応紹介しておきますね。さあ、今回の場合、まず何を聞かれているかというと、N 個のバール、バールどんなもんでしょう。ボールです。N 個のボールを、 区別のつかない3箱に入れようぜっていうふうに言ってるんで、その仕方をまずね、一般公を AN っていうふうに置いちゃいましょうか。1から N の名前のついているものを3箱に分ける。その分け方を AN というふうに置いときます。 さあ、そしたらね、1から n の箱で分けているものと、n たす1で分けているものと、はい、これをね、えー、考えていきます。で、考えていくときにね、最後の玉を1個追加するぞーってことになりますよ。全化式を立てるときは、最後の1つに注目をするっていうのが原則ですからね。で、これさ、 基本的には3個あるわけだから、当然これ3通りの入れ方があるんじゃないのかなと思うよね。でも、実はそれは違うんですよね。はい。なんで違うかっていうと、ここに何かしらものたちがなんかベロベロばー、ベロベロばー、ベロベロばーと入っているならば、確かに3通りよね。でも、仮に、 空き箱が2つあった場合、空き箱が2つあった場合っていうのは、ここに入るのか、ここに入るのか、ここに入るのかは、区別がつかないよ。だから、2通りっていう捉え方になるわけですよ。いいかい。0個の箱が2つの時と、それ以外では分け方が変わってしまうわけですね。ということで、0個の箱、0個の箱、オールという時には、 二通りで、これが完成する。逆にそれ以外は、三通りの分け方になってくると。はい。そしたら、このバツバツオールっていうのは果たして全部で何通りありますかっていうと、これはもちろんたったの一通りしかないわけですよ。ね。全部同じとこに入るという一通り。それ以外ってことは、これ全部で AN 引く。一通り存在したわけだよね。 だから、1通りは次2通りで、a の引く1通りは3通りで、ここの n 足す1箱が完成することになるよね。ということで、今の文章でばっと説明してもらえれば、a 足す1イコール、1かける2と、n、a の引く1かける3かな。と、まあ、こんな感じで、 3a n-1 っていう全化式が立ちますよね。はい。じゃあ、初項どうかなっていうと、三個に分ける分け方一つだったら一通りしか存在しませんね。ということで、この全化式を、n1 以上というもとで解いていくと。まあ、そんな別解も一応あるにはあります。で、これはあれですね。特性方程式を立てて解く。もしくは、 定数ばらまいて解くなどとするとこんなふうにすることもできますからはいこれで解いてもらってのイコール2分の3の n 引く1乗プラス1となりますかね。はいということで そういうやり方もあるぞという紹介でした。さあ、まずはね、結局最初の1番、2番あたりのものをちゃんと自分で説明できるようになっているかどうか。ただ、丸暗記してるだけだと、3番、4番とちょっと難しい問題になった時に対応できなくなっちゃいますよね。そうならないように基本に忠実に考えていく。ということが何しろ重要ですからね。はい。で、その基本に忠実に頑張っていくには、ただ呼びの 入試数学基礎の動画、この辺はかなり役に立つはずですから、その辺を上手に活かして勉強してほしいなと思います。それじゃあ、あのね、他の東大の解説も用意してますから、そちらの方もちょっとね、確認しながら勉強して、過去も演習して、とにかく東大の場合はね、過去も掘り下げていくことで、どん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 いい問題に当たり、力ついていきますから、しっかりとね、挑戦してダメだったら復習して、挑戦してダメだったら復習してを繰り返し頑張ってやっていく。 それじゃあ終もし怪しいなと思うとこがあったらねちゃんともう1回見るもう2回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね我々は他の単元の動画も撮ってます、えー、ホームページの方を見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですから是非ホームページも活用してねじゃあねー